やっちゃえトラ、メジャーボルカニック、ほっほっほっ、オッケーエクセレント。どうもこんにちは、クロネタです。ゼノブレイド2続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回世界樹に向けて出航したのはいいんですが、こちらの巨大なアルスに飲み込まれてしまったと。で、ここから脱出するのが次の目的っぽいね。いやー、もう見てわかる通り暗いんだよな。しかも花が言うには、ふわふわ浮いている人玉のような影を見たということなんだけど、いきなり出てくるとかないよね。そういうのマジで苦手なんだが、あーっとアイテム掘れる。よいしょ。お任せください。お願いします。オッケー。で、この奥か。370ちょいか。結構遠くだね。うーわ。レベル 19? 待て待て待て、強くないか?悲観洞窟。19? あ、でもふわふわ浮いてたってこれかな?ちょっと遠い。あ、まだ遠い?来た!やってみるか。なんか引っかかってませんか?おい!おい!諦めんなよ。21? あれは虫か?ちょっと待って。ちょっと待って、なかなかだぞ。いやー、邪魔だな。手前の18を狙ってみようか。よし、来い。行くぞ、みんな。はい、バタフライエッジ。オッケー、ブレイク。ナイスダウン。ほい。ほいほい。ほいほい。いいよ、ガンガン行こうぜ。あ、じゃあストーンお願いします。で、俺はジャガースクラッチ発動を。よし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 。弱点は風か。じゃあとりあえず殴って殴って、バタフライエッジ。よし、ブレイク。ナイスダウン。いいよ、叩き込んで。このままレベル2にしたいけどな、難しいかな。他のやつが来たか。まあ、まずはこいつを集中攻撃で、バタフライエッジ。よし、来た、必殺レベル2。ほら、よし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 。あ、でボルケード。いいよ、ジャガースクラッチ。よし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 。回復取って、もうちょっと。よし、一体やった。で、ヒーリングハイローで回復。あ、もう一体いるの。エクセレント。よし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 。まずはこいつ、バタフライエッジ。あ、で、エンデミック発動。いいよ、です。よし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 。で、ヒーリングハイローでトラ回復。よし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 。痛い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 。バタフライエッジ。あ、で、ファイナルディザスター。いいよ。お、なんかカットに入ったけど。あー、ミスった。あ、こんなのあるんだ。めっちゃ強え。すげえダメージ入ったな。前回とさ、前々回の収録したやつを見返したんだけど、コンボが全然できてなかったんだよね。今この戦闘はそれを意識してやってはいるんだが、うまくいってる方なのかな。ジャガースクラッチ、バタフライエッジ。よし、で、エンデミック発動。いいよいいよいいよ。あ、減るね。ナイスナイスナイス。オッケー、強っ。これか、
これをもっと使えばガンガンダメージ与えられるんだな。私の得意分野です。いやね、もうまあ、前作もあったけどさ、アーツのリキャストとか敵の状態とか味方の体力とかそういうのばっかさ見てて、もう全然できてなかったんだよね。左右に出る味方の必殺技かの確認もちゃんとやらなきゃダメだということですね。レベル19、17、まあ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 、さっきの感じからすると楽に倒せそうだけどな。ネフトリザド来い、よし行くぜみんな。先手必勝、一気に行くよ。バタフライジ、ほら、いけるか、ナイス。あいた、俺も飛んでる。ほい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 、あ、これも回復取って、やーっとまた来たか。19、ストーンお願いします。こいつは雷が弱点か。雷はいなくね、さすがに。ジャガースクラッチ、よいしょ、ナイス回復で必殺、よし、いいよ。でバタフライエッジ、あ、でボルケーノ発動、いいよ、ほいほいほい。でヒーリングハイローで回復します。まだ体力余裕があるからこのまま殴って、バタフライエッジ、オッケー、ブレイク状態、ダウンは取れるか、ちょっと難しいかな。あー、ミスったっぽいね。必殺レベル2、よし、でここでヒート、これが必殺レベル3だね。あ、いった、よし、ほいほいほい、バタフライエッジ、あ、ちょっと体力が危ないか、回復、よし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 、もうちょっと、 OK で、レベル19、ジャガースクラッチ、よし、 OK、 ナイス回復、あ、いったちょいちょい飛ばしてくんじゃねえ。じゃあウィンド、いいよ。で、さらに攻撃、バタフライエッジ、オッケー、ブレイク状態、ヒーリングハイロー、ナイスダウン。で、ここで俺が必殺レベル2、これでコンボがつながるはず。あ、いや、あれ氷か、水じゃねえのか、あれしょうがねえ。よいしょ、だったら殴って殴って回復出して、はいはいはい、ほいほい、よいしょ、バタフライ1、あ、でこれどっちがいいんだ、あ、ストーンがレベル3、お願いします。あ、いいね。でボルケーの発動、よし、コンボがつながった。いや、でもかけえな、バタフライエッジ、ブレイク状態で、ここで俺が必殺技使うわけにいかないから回復してあげて、レックスがレベル3までやってくれれば一番いいんだが、いけるかな、回復、さらに回復、よいしょ、バタフライエッジ、オッケー、ブレイク状態、ナイスダウン、あ、いけそうだね、オッケー、ふぃー、いやー、レベル19かてえわうわー、まだいんのか。私の得意分野、アイテム回収です。心を癒してくれますね、白子お願いします。よし、で、あーっと、バレたか、あ、いた、行くしかね、ほっほっほっ、バタフライジ、オッケー、ブレイク、ナイスダウン、
一旦回復取って、ほい、ほいほい。さあ、アーツを貯めながら必殺ゲージも貯めてって、ジャガースクラッチ。で、ここは俺が使おう。必殺レベル1。よし。で、エンデミックレベル2。エンデミックじゃないか。トラがレベル2にしてくれたらいいって感じだよね。ブレイク状態、回復。よいしょ。いいよ。あ、さらに回復。あ、で、ここでエンデミック。これでコンボがつながるはず。オッケー、いった。で、風レベル3だからレックスだ。ほいほい。貯められるかな。ほい、ほいほい。あー、ちょっとミスった。バタフライエッジ。あー、転ばねえか。あ、来た。ファイナルディザスター、来た。レベル3まで行くとカットインが入んのか。ほら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 、かっけー。いいね。あ、これ強いわ。あ、クリスタルゲットです。そういえば同調してねえな。まあまあまあ、後々でいいか。で、今度はこいつ、ブラックシース。レベル上げましょう。この前のボスのメレフがレベル15だっけ。だから次ボスが来るとすると18とかかなと思うんだよね。ナイスダウン。まあ余裕持ってレベル20くらいまで開けとけば簡単には勝てるかなと思うんだけど。よし。あ、じゃあストーンお願いします。いいよ。あ、いた。このブローって技が吹っ飛ばしてんのかな。ヒーリング入ろう。よし、はい、はいはいはい。バタフライジ。よし、ブレイク状態。いいよ、ダウン状態。で、俺が必殺使うわけにはいかないから、攻撃して回復出して、あ、いいね、ボルケーノやってくれ。いいよ。で、ヒーリングハイローでさらに回復。で、こっからトラかレックスがレベル3まで上げてくれないとダメなんだよな。バタフライエッジ。あー、ブレイク失敗。ほら、まだレベル1だね。ほい。あ、俺が3いけんのか。いやー、でもそれだとコンボが繋がらないんだよな。指示をお願いします。ヒーリングハイローを、よし、回復。バタフライエッジ。あー、ブレイクしね。ジャガースクラッチ。あ、これコンボ時間終わってるか。なら俺がレベル4。ほっ、あ、ミスった。ほっ、あー、ミスった。くそ、初めてのレベル4だったのに。ほい。急に連打だったり止めろとか来るからな、難しいな。バタフライエッジ。エンデミック。オッケー、無事。無事よ。見つけた。お、竜の軌道。うわ、ジェノバス大空洞。これはまだ外ではないよね。広くね。おっと、こっちはぼんやりと明るいね。インビディアのアルスは背中の体表が半透明じゃからな。外の光がここまで届いているんじゃろう。ってことは今アルスは雲海の上か。おそらくな。光が来る方にたどっていけばここから出られるかもしれないですね。待ちな。あ、誰、ドライバー。この辺りじゃ見かけん顔だな。
さしずめ漂流してる最中にアルスに飲まれでもしたってか。察しがいいな。そのブレイド、水玉色のコアクリスタル。なるほど、噂は本当だったか。噂って何のことだ。ドライバーなら誰しも一度は耳にする伝説のブレイド、天の聖杯。それが500年ぶりに目覚めたって噂のことさ。それにしても、まさかお前のような小賊子がドライバーとはな。俺がドライバーじゃいけないのか。いけなかね。そいつが普通のブレイドならな。だがそいつは普通じゃねえ。お前には過ぎた代物だよ、小僧。天の聖杯とその剣を渡しな。まさかお前もホムラを誰が渡すもんか。威勢だけはいいな、小僧。ユウ、ゾウ、お前たちは他の二人をやれ。この小僧は俺がやる。え、任せてくれ。まさか三体同時。可愛がってやるぜよ、ジャーちゃん。やばいかも。勝てるか。いやーレベル20。うえー、手強そうなエネミーがたくさん出てきましたね。ここでは複数のエネミーと戦う際のちょっとしたテクニックを教えてあげます。お願いします。あ、集中アイコン、やっぱそうなんだ。これで集中的に狙うってことだよね。はい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 、まあ、それは自分で気づいたよ。従順の左だ。うんはんはんはん。で、まあ、切り替えながらだよね。オッケー、行こう。弱いやつはどれだ。あ、19がいる。こうやって行こう。ほい、ほいほい。バタフライジ。ブレーク状態。はいはい。いいよ。ナイスダウン。あ、待った。18がいるな。こうやってやろうぜ。ほい。あ、なんかバリア張ってる。これ。よっしゃ。で、俺が必殺を発動して、よし、エクセレント。よし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 。ほいほいほい。ヒーリングハイローをいった。くっ、強い。バタフライエッジブレイク状態。よし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 。はいはいはい。ヒーリングハイローを、よし。で、ジャガースクラッチ。よし、回復を取って、痛い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 。ノックバック強。必殺レベル1。ほら、よし。で、このまま俺がレベル2打ってれば一番いいな。回復取ります。はいはいはい。殴って殴って、バタフライエッジ。あー、ブレイクしね。ヒーリングハイローを、あー、ミスった。ジャガースクラッチが出てない。痛い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 。あ、強っ。あ、レベル2。まず回復して、いくぞ。必殺レベル2。よし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 。で、エンデミック。よし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 。バタフライエッジ。いった。あ、待って、なんか19狙ってんな。違う違う違う。こいつ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 。よいしょ。ほら。で、ウィンド発動。いや、ノックバックが強いって。よし、ヒーリングハイロー。落ち着いて落ち着いて。あ、俺ウィンド使えてなかったかな。落ち着いて、しっかり画面見て。あ、なんか倒れてる。痛い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 。よし、ほい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 。バタフライエッジ。よし、で、あ、いった。強い。
必殺レベル2。よし、まずは一体。今度は19か。弱点は水か。なら俺が打ちたいな。あ、でもやれそう。ほいほい、クッ、ジャガースクラッチ、よし、オッケー。残りはバンダムレベル20。こいつは氷か。ほい、ならウィンドウ使って、あ、くそ、弾くんじゃねえ、バタフライエッジ、よし。でどうしようかな。俺の体力やべえから、ここは俺が使う。よし、回復、よし、来い、あいた、ヒーリングハイロー。で体力に余裕ができたから、殴って殴って、じゃあストーン、俺はバタフライエッジ、ブレイク状態、いけるかトラ、ほいほい、よっ、ポッ、ジャガースクラッチ、よし、回復取ります。でボルケーノ、これでコンボがつながるはず。よし、バタフライエッジ、よし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 、痛い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 、よいしょ、ヒーリングハイロー。でレックスがレベル3、あ、もしくはトラがレベル3か。食べてほしいな。ほい、バタフライエッジ、よし、いや難しいか、レベル3は。ヒーリングハイロー、あ、来た、やっちゃえトラ、メジャーボルカニック、ほっほっほっ、オッケー、エクセレント、よし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 、うまくいったんじゃねえの。で俺がレベル4、ほっほっほっ、オッケー、いいよ、バタフライエッジ、いや、それでもこんだけか。弾かれるな。ジャガースクラッチ、回復取って、ヒーリングハイロー、で俺が必殺、よいしょ、タイガーレイジ、あ、回避だと、なんかバフかかってんな。バタフライエッジでウィンド、オッケー、ダウン状態、殴れ殴れ、ジャガースクラッチ、回復、ヒーリングハイロー、よし、でバタフライエッジ、あ、また回避か。しばらくの間攻撃食らわないって感じか。よし、ストーン、お願いします、デスウィング、あ、これ敵のか、よいしょ、あ、これだ、クイックマッスルってやつが回避率上がってんのか。じゃあボルケーノ、さすがに、あ、食らったね、でででで、バタフライエッジ、よし、で、あ、せっかくだし、レベル4、ほっほっ、よっしゃ、よし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 、殴れ殴れ、ほい、ほれほれ、よし、ほい、もうちょっと、あー、また来たな、クイックマッスル、
それ強い。バタフライエッジ、あとちょっと。ブレイクはなったけど、もうちょいもうちょい。ジャガースクラッチ、オッケー、つえ。いやでもバトルが面白い。強すぎじゃね？待って、力を送るのが追いつかない。もう逃げ場はないぞ。くらえ！え？終わりだ！小僧！小僧、お前ドライバーになりたてだろう。ドライバーってのはな、ブレードから送られたエネルギーを一時的に武器に貯めて、それをアーツとして使うんだ。貯められる量にもおのずと限界はある。後先考えずにアーツを放てば、いかに天の聖杯だろうとガス欠にならあ、ほんと。何が？俺の名はバンダム。この先の村で傭兵家業をやっている。傭兵？ついてこい。天の聖杯の力、楽しませてもらった礼に飯でも食わしてやる。さっき攻撃を受けた時に分かりました。あの人最初から本気で戦う気はなかったみたいです。なんなんだ、あのおっさん。俺たちを指導してくれたって感じだよね。んってことは協力者なのかな。あ、到着。ここですね。フレースベルグセモン。なるほどな。楽園に行くために世界樹に近づいたら飲み込まれたってか。そりゃ災難だったな。バンダムさんはなんであんな場所に。ここのアルスはな、定期的に外の門を飲み込むんだ。村で使えそうな物資が流れ着いてないか探しに行ってみたら、お前さんたちと出くわしたってわけさ。そうだったんだ。着いたぜ。ここが俺たちの村、グレースベルグだ。この村って子供が多いんですね。ドライバーとブレードもいっぱいも。ここではな、世界のあちこちにドライバーとブレードを派遣してるんだ。子供らはその時に保護した戦争孤児たちさ。身寄りのない子供たちを引き取っているのですね。大人になるまでの間ですけどね。独り立ちしてからはドライバーになるやつもいれば、服の仕立て屋になるやつもいる。てめえの人生をどうするかは子供たちの自由意志に任せてる。まあ、義の傭兵団ってたかっせ。慈善家なんだね。言うね。嫌いじゃないでそういうの。しかし腹が減ったな。早いとこ飯にしようぜ。
なんだいなんだい、めっちゃいい人じゃねえか。で、ここですね。まあ、街の中とかは、動画外で見ておきましょうかね。結構いろいろあるんだな。この人か。話す。お、帰ってきたな。まあまあまあ、お金は取るよな。腹いっぱい食ってくれ。お水汲んできますね。バンダムさんは？すまんな。俺はビールを頼む。はい、わかりました。なんだ？ここの飯は口に合わんか？バンダムさんも戦争してんの？傭兵が気に入らないか？俺たちスカウトされるの？子供をスカウトするほど不自由してねえよ。安心しろ。そう、ならいいんだ。レックス、お前サルベージャーだろ？うん。サルベージャーが引き上げるものの中には軍事物資も多い。それはどう考える？俺はそういうものは扱わないよ。同じことさ。自流コンパスもエーテルコンロの調整バルブも軍や兵士の助けになっている。お前が食ってるそのパンのルスカゴだってスペルビア政府から調達したものだ。この世界は戦で満ちている。その中にあって誰かと関係を持って生きる以上、それは戦に加担してるってことさ。違うか？それは生きるってのはな、この上なく残酷なんだよ。その残酷さから大切な連中を守るために俺は傭兵どもを作った。レックス、お前は天の聖杯のドライバーだ。戦は常にお前について回り、決して離れないだろう。その中でお前は何ができる？どう生きる？逃げることはたやすい。あの子を放棄すれば済むことだ。行くぞ、支度しろ。行くってどこへ？いいからついてこい。まあ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 、言いたいことはわかるんだけどな。まだレックス子供だよね。いきなり戦とかさ、まあそのレックスの定め的なこと言われてもな。ついてこいって言ったくせにどこにもいないな。どこ行ったあいつ。あ、村を散策しながら探そうか。了解です。うん。あ、支度してこい。また稽古をつけるとか。お店もあるみたいだし、装備を整えてからバンダムさんを探そう。オッケー、出発の市場。じゃあいろいろと見てみようか。あ、アクセサリー。ちょっと、見せてくださいよ。お金はね、結構集めながら来てるんだけど、あ、体力400プラスでけえ。あ、筋力 25?普通に強えな。ちょっといくつか買いたい。2000だろ？買って、筋力も買って、はぁ、あ、はぁ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 。あ、これも強いな。慈愛の指輪。あ、親愛か。まあ、こんな感じかね。あ、これ武器を強化か。はあ、なるほどな。安いけ、いやー悩む。クリティカル率を上げるのもいいけどね。な
ら、これをか、あ、でも、どうせだったらアタッカーの武器を変えた方がいいんか。あ、これも強いな。スケールチップにしてみようか。埋め込みます。オッケー、リカオンソード。いやー、でもこっちかな。スケールチップ。よし、シェルリング。トラの場合は、ガード率下げちゃうのは良くないよな。なら、こっちかな。フラットシールド。結構お金使っちゃったな。はい。ある程度買い物をして強化をしてみました。まあ武器を強化したり、あとはアクセサリーを良くしたりって感じかな。ではでは、バンダムのところに行きましょうか。この先、あ、いるな。にしてもでけえな、こいつ。おい、バンダムさん。おめでとう。随分と待たせてくれるな。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。お、改めて自己紹介させてやってくれ。こいつ？ああ、ブレードか。スダク。俺の名はスダク。バンダムのブレードだ。こいつかっこいいよな。これからよろしく頼むぜ。あいよ。珍しい武器をお使いでしたよね。ツインサイス。ああ、この辺りでも使えてはバンダムぐらい。なるほどな。あまり褒めるなよ。調子に乗るからなと。よくわかってるね。バンダムさん、ブレードを一人しか連れてないんですもん。二人三人といえば、臨機応変に戦えるが、俺の場合はスザクだけで十分に強いからな。なるほど。まあ、それもありだよね。いろんなブレードがいた方が、確かに臨機応変に戦えるとは思うけど、極めちゃうのもありだよな。役割分担とか考えるのがめんどくさいだけなんだろうな。まあわかるよ。それもわかるよ。スタックの紹介も済んだことだし、これからが本題だ。そらしたね。大噴気孔付近に異常な力の反応があるって調査を依頼されていたんだが、どうだ、手伝ってみる気はないか。いや、ただし手間賃はきっちりもらうからね。言うじゃねえか。うん、じゃ行くぞ。パーティー編成が変わりました。まさか。まさか。ブエ。マジ？操作できんのか。絶対強いよな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。まずはこのパーティーのままにして、ちょっと待って、ちょっと待って。バンダムのスキルが見たいな。なのかな。キャラクター、あ、いるわ。でけえな。あ、風属性。マッスルスラッシュ。HP が 30% 以下の時に当たるダメージが 100% アップ。はい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 。アーツ使用時に HP が、現 HP の 10% 軽減？あ、減少か。アーツ中敵の攻撃を回避する。あ、これだ。体力を削る代わりに敵の攻撃を完全にかわすんだ。あー、面白いなー。で、これは通常攻撃。あ、ライジングだ。多分ね、このライジングが前作の気絶なんじゃないかなー。ってことは、俺が、ブレイク、で、トラがダウン、で、バンダムでライジングか。コンボできるんだ。あー、で、ダメージ 50% アップか。強いなー。
でもレックスを抜くのはな、ちょっともったいない気はするんだよね。あ、ファイターなんだ。あー、じゃあなおさらレックスを抜けってことかい。マジで？あれ？キャバリエ？ファイターじゃない。あ、ヒバリを加えたことによって変わったのか。いつからだ？全然気づかなかったわ。あ、でもまあやることはアタッカーだよね。あ、で、スザク。あ、これ違うわ。ブレイド、あ、違う。こっちか。はい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 。敵に投げつける。うん。敵の意表をつく。まあ攻撃だよね。あー、で、全体攻撃。あー、で、強力な攻撃か。強いなー。いや、どうすっかなー。はい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 。フェザー台風。え？プレイヤー攻撃したとき、確率 1% で戦闘不能にする。強。で、まあ 1% か。で、ボスには効かないのか。まあそりゃそうよな。はあ、ちょっとこれパーティー編成悩むな。で、さっきの話からすると、ちょっと遠くまで行くってことだよね。なら、少し短めかもしれませんが、今回ここで終わっておこうか。で、まあ次回までにパーティー編成考えておくっていうことにしましょうかね。なんでそんなみんな遠く行くんだよ。もうちょっとさ、近づいてくんない？集まってほしい。画面に収まってほしい。悪くないかな。まあ、これでいいか。ではでは今回はここまでにしておきたいと思います。よかったら次回も見に来てください。チャンネル登録、高評価もぜひぜひお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。